ボード直列4気筒 DOHC エンジンのカムトレーン。カムさんの元に見えるのが、シム式のタペットである。タペットとは、カムとカムによって駆動される部品との間で、直線上の動作を伝達する部品である。自動車工学では、レシプロエンジンの便器口を構成する部品を指す。バルブリフターとも呼ばれる。語源は、 タップの変則的な指障子で18世紀頃に生まれたとされている。カムの回転運動、あるいはロッカーアームの円弧状の運動を、吸配器のポペットバルブやプッシュロッドのような直線運動をする部品に直接伝達させようとすると、バルブステムの先端やプッシュロッド先端には、可動軸の方向への荷重だけでなく、可動軸に垂直な方向への荷重も加わり、 曲がってしまう場合がある。こうした、不都合を解消するためにタペットを介して、横方向への荷重を逃がし、直線往復運動だけを伝達する。タペットは、カムとプッシュロッドの間や、ロッカーアームとバルブステムの間、あるいは自家脱式サイチ C や DOHC の場合には、カムとバルブステムの間に組み込まれる。で、オペル C エンジンにおける。 バルブクリアランス調整の様子旧配偽バルブが燃焼室の熱を受けて熱膨張して全長がわずかに伸び、改弁時間とバルブリフト量も増大する。エンジンの通常運転温度において改弁時間とリフト量が最適となるように、冷間時にはカムとタペット、あるいはロッカーアームとタペットの間には感激が設けられていて、バルブクリアランスあるいはタペット隙間。 ベンスキマと呼ばれる。パペットは、潤滑状態が適正に維持されれば、エンジンの寿命とほぼ同程度の耐久性を持つように設計されているが、カムやロッカーアームとの接触面がある程度は摩耗することは避けられないため、接触面の感激を定期的に調整する必要がある。この調整作業は、パペット調整と呼ばれ、バルブクリアランスが、 最大の条件、すなわちエンジンが十分に冷めていて、クランク角度が圧縮上支点にある状態で行われる。バルブクリアランスは、エンジンの通常運転温度では極めて0に近くなるように設計されているが、クリアランスが大きくなると、バルブ開放時間が短く、リフト量が小さくなって、休排気の効率が低下する。同時に、カムや、 ロッカーアームに叩かれる際に発生する音が大きくなる。逆に、クリアランスが小さすぎると通常運転温度で、カムやロッカーアームに常に押された状態となり、バルブが完全に閉じず、燃焼室の圧縮漏れを起こす場合がある。一般的な自動車やオートバイのエンジンでのバルブクリアランスは1ト、mm、ル以下で、サービスデータには、 吸気0.25プラスマイナス0.05、排気0.35プラスマイナス0.10などと表記される。タイミングやリフト量の変化は、バルブクリアランスの際はごくわずかでもエンジンの特性に影響を与え、高性能なエンジンほど影響が顕著であることから、許容誤差はより厳密に設定される。すべてのバルブが燃焼時の高温にさらされるが、 吸気バルブは吸気工程で混合気または空気である程度冷却されるのに対し排気バルブは排気工程で高温の排気にさらされるため熱膨張が大きくほとんどの場合で吸気バルブよりも大きめのクリアランスが設定されているラッシュアジャスター付きの場合には常にクリアランスが例に自動的に調整されるためサービスデータ上はこの数値は存在しない ハーレーダビッドソン社製、サイドバルブ V 型2気筒エンジン。プッシュロッド側で調整する形式の代表例、ホンダ D15A 型4気筒サイチ C12V エンジンのシリンダーヘッド。アジャストスクリュー付きロッカーアームを採用する。タペット調整にアジャストスクリューと呼ばれるおねじを用いる。この形式は、古くからサイドバルブ形式のバルブ機構に組み込まれ、 その後のオフや OHC でもシーソー式、ロッカーアームを用いるバルブ機構に組み込まれている。サイドバルブやオフのように、タペットが噛むとプッシュロッドの間に配置される場合は、タペット自身に調整機構が設けられている。シリンダー外部にプッシュロッドが露出した構造のエンジンでは、シリンダーヘッドカバーなどを分解することなく、 スパナなどの汎用工具で外部から直接調整できる場合があり、オートバイのようにエンジンの速報が車体などで覆われていない機械では整備性が高い。ロッカーアーム式の OHC やシリンダーブロック内にプッシュロッドが内蔵された構造のオフでは、ロッカーアームのバルブ側先端にアジャストスクリューが設けられている。タペット調整には必ず、 ヘッドカバーの脱着が必要となるが、多くの自動車用エンジンのように髪型から整備ができる機械では、車上でのタペット調整が可能である。多くは、アジャストスクリュー本体をロックナットで固定する構造をとっていて、ロックナットを緩めて調整した後、アジャストスクリューが、とも回りしないように工具で保持しながら、ロックナットを締め付ける。この時に、 ネジのバックラッシュに起因するズレが生じやすいが、経験を積むことでズレをあらかじめ見越した調整が可能となる場合もある。ロックナットの締め付けが不良の場合、エンジンの運転中にロックナットとアジャストスクリューが振動で脱落する危険性もある。パペット調整にシムと呼ばれる厚さの異なる金属板を用いる。この形式は、 自家し式再 HC の登場とともに出現し、大半の DOHC でも用いられるようになった。タペットは、円筒のカップ型で、カムとバルブステム先端の間に組み込まれている。シムを組み込む位置により、タペット上あつとカムの間に挿入する、アウターシムと、タペット内側とバルブステムの間に挿入する、インナーシムとに分かれる。 アウターシムはシムを交換する際にカムシャフトを取り付けたまま作業が行え、整備性が高い利点がある反面、極端な高回転でバルブサージングが発生した際に、バルブリフターからシムが脱落する恐れがある。インナーシムはシムを交換する際には必ずカムシャフトを取り外す必要があり、整備性で劣る反面、アウターシムよりもシム脱落が起こりづらい利点がある。 どちらの形式もロッカーアームとアジャストスクリューを組み合わせる方式に比べると、導弁機構全体を軽量化でき、ヘッドカバー内部をコンパクトにできる反面、パペット調整のために、多数のシムや正確なマイクロメーターが必要となる。また、非常に古い形式のエンジンでは、すでに補修用、シムの純正供給が終了していて、目的の厚みのシムが入手できない場合もある。 近年では、シムが存在せず、リフター自体の厚みで調整を行うシムレスリフターも普及しており、この場合は、シム式よりも軽量化が図れる。ただし、シム式における調整にはシムのみを複数用意するだけで良いがシムレスでは、リフター自体で厚さを調整するため複数のリフターが必要となる。直出しキラッシュアジャスターの一例タペットに、 バルブクリアランスを自動的に調整する機能を持たせたものは、ラッシュアジャスターと呼ばれる。あるいはハイドロリックリフターとも呼ばれ、これに対比して、従来のタペットは、ソリッドリフターやメカニカルリフターと呼ばれる。ラッシュアジャスターは内部にエンジンオイルが満たされた、プランジャ状の部品で、内部のオイル量によって全長が変化し、バルブクリアランスが常に0ミリメートルに保たれる。 タペット調整が不要となる反面、エンジンオイルの品質や粘度に動作の安定性が左右される場合がある。また、アジャストスクリューやシムと比較すると部品が大型で、完成質量が大きくなる。ありがとうございます。